さあ、今回はリアルタイムの戦闘とローグライクのカードゲームが加わったレイジに遊んでいきましょう。さあ、チュートリアルいきますか。さあ、戦闘が自動で行われるため、プレイヤーキャラと敵は自動的に戦うと。そこにカードで介入していく感じで。で、カードを使うことで戦闘の結果に影響を与えることができる。つかに木と呼ばれるリソース。左下の110とかのやつだね。これ表示されているよと。左下の木126とか増えてってるやつを使って、この10だよね。コストを払ってカードを使っていく。この10が木の量で、もう全然使います。あと15回使えるね。左クリック。それだけね。ドラッグとかなくて押せばいいと。で、回復カードを使ったため HP が回復しました。使用したカードが新しいものと入れ替わりましたと。あまり役に立ちそうないカードです。手元にあるカードを使わずにデッキを繰り返すと代わりに生き終えることができる。これね。ユースレス。使えないカードってこと？ メイクリックで売れると。で、そのカードが最後の1枚の場合問題になってくる。売ることが問題になってくると。ないわけなんで、気を使ってカードを引く。十分な気と手札に空きがある場合、ここからカードが引ける。あ、これマイナス5かな。5を使うよってことだよね。で、次ステータス効果、コントロールしてステータス確認。こいつの能力だよね。 HP200、 アーマー0、ダメージ、スピード 100%、 回避 0%、 クリティカル率 0%と。これベースの効果ね。で、ステータス強化は戦闘後も次の戦闘まで継続する。で、プレイヤーキャラが死亡すると効果が切れると。次の戦闘の次の戦闘なんだろうね。まあ、見ればわかんのかな。来たる戦闘を切り抜けたいなら、ステータスはできるだけ強化していきましょうと。またカードを使うと一時的にエネルギーに包まれ、火ダメージが減少する。これ？あ、カード。精霊が攻撃してこようとしています。ガードを使って守りましょう。これがガードなんだね。ここでダメージ半減。で、デッキのこの赤いゲージ。溜まってたのかな。特別なカードゲージで、使用するたびに溜まると。あ、時間ではないんだね。満タンで強力な特殊必殺カードだよね。使えるよと。データなし、データなし。使えばよかったな。お、メラメラしてるぞ。いけ。ああ、いいね。強いね。さあ、結構ね、ストーリー、チュートリアル少ないですけど、ここからストーリーです。OK。難易度、旅。難しくないけど、ちょっとした挑戦。冒険。戦わずして見返られないと考えて、もっと難しい挑戦を求めですかと。試練。これただのゲーム、そうでしょ？と。じゃあ旅かな。 あ、まあ旅でいいですよ。挑戦ちょっとしてくらいがいいんですよ。難しいゲームやってらんないわ。サンダリングの3日目、神々は地球を去った。ああ、高波に飲まれて、大地が石の旧市街を飲み込む。津波地震とかなのかな。精霊たちが全て破壊し尽くした。だがその後彼らが現れた。自然の怒りから我々を守る四大精霊。天地を滑り調和の大精霊。四天王とボスみたいな。残った人間たちの守護者であり使者である非業者。平穏が戻り、失われた知識の時代と再建が始まった。神話っぽいですね。新しい時代の幕開け。だが歴史は繰り返す。またね、精霊が起こるんですか？お、始まったね。ポータルか何かがあって。こいつは誰なんだろう。ああ、いにしえの非業者よ。我らの祈りを聞きたまえ。
精霊たちがご乱心し、この地で暴れ回っている。あれは何なんだろうね。生み出されたのかな。手遅れだ。希望などない。お。これが非合者なのね。我が祈りは聞き遂げられた。あ、逃げてた。おー。いいね、かっこいいね。咎人を追放する力を持つ者、それがあなただ。まさしくあなただ。さあ、精霊たちが村を襲い始めた。近隣でも同じだと。今説明している時間がない。さあ、このカードを水の大精霊のもとへ行くのだ。もうちょっと敬ってほしいですけどね。スキル。ああ、お金で開けられるのこれ。ああ、開けられるね、末に。戦闘終了時、未使用のカードが自動的に売られ、回復量が増える。終了時。まあ、でもまだここは使わなくていいかな。デッキ。デッキをこそ引けるカードは左側に表示されています。先へ進むには8枚以上を引いてください。カードの中には引くときエネルギーコストが必要になるものがあります。はいはいはい。で、戦闘後にもゆっくり回復していきますが、エネルギー、体力なのかな。エネルギーにはいろんな使い方があり、満タンだと死亡時にプレイヤーキャラを復活させる。ああ、じゃあエネルギー、体力じゃないんだ。満タンだと復活か。インベントで右がデッキだから何枚入れますかってことね。回復が3、4、半分は多いんじゃないかな。あ、半分にするか。で、これ1でしょ？大技っぽいから。あ、でもそうでもないか、4だから。全員に当たる。こんな感じかな。まあ、攻撃と回復が半々くらいかな。多いか、ちょっと回復。ねえ、これ半分にするか。ダメージ上げていくのも大事だよね。恒久的にアップってのは大きいよね。こうでしょ。ポーション。あ、はいはいはい。敵前のブースト無効化。速度がたまる。いや、これ最初の準備わかんねえな。どうしようかな。これだけ買うか、とりあえず。でも使っちゃえじゃん、スキルも。これだ。50あったよね、50。残ってる気に落ちて HP がわずかに回復。あれだって開けんの、これ。500か、もしかして。あ、ぽいか。じゃあ、行こう。おー、あ、これマップなんだね。まあ、アイコンがわかんないけど。これ、5でいいの？敵だ。ダメージアップ。ああ、まだか。ダメージアップ。あ、よーし、間に合った。あげれたぞ。右下に行くんだよね。どっか目標にしたいな。下か上か。この青い上行ってみたいな。もう2人いる。やろうめ。すべてを切る。ちょっとダメージ、ダメージ、ダメージ。まだ来るか。回復しようかな、じゃあ。ダメージ。さあ、プラス20。いいよ。どんだけ上げられるか。あと、他のも上げないといけないのかな。まあ、カードがないから、それこそ引かないとって感じだけど。下、右、戻る、下。この辺行きたいよね。家もあるし、なんか。あの街唯一だもんね。上から行くと。もしかしたら上から行くとこっち行けない可能性もあるよね。あと、なんか、制限はありそう。移動の。まあ、回復はなかなかね、そう簡単に使わなくていいかな。あれ。ああ、行っちゃった。プラス15。ああ、一旦消えたのか。
あ、140。あ、上げた分か、さっきのは。使い使い使い、どんどん使い、どんどん使い。連打しろ、連打しろ。タッチあんまいらんわ。まあ複数が増えてくるのかもしんないけど、アーマープラス4かな。ランダムな構想カードイコール0コスト2倍。ん？なんだこれ。ランダムなカードコストイコール0コスト2倍、わかんないな。0になるので2倍になるの。0なら2倍ないと思うんだけど、どっちかってことなのかな。まあアーマーでいいですよ。あ、これ全部いけんのかな。あー、0か20ってことだよね、多分。使った時にできるのかな。どういう判定なんだろう、これは。リロールしよう。よし。あー、また助かる。で、これあんまいらないかな。1枚でいいや。あ、でもデッキ上限も増えてますね。アーマー2のダメージちょっと増やしてみるかな。これいいのかな。満タンにしないといけないのか。あ、はいはいはい。まあ、回復4でも半分じゃないんで、いいんじゃないかな。ダメージ4、回復4、アーマー2、立ち1と。敵が増えてくれば立ちを増やせばいいわけなんで、そういうね、ことができて。これ敵のレベルか、35。激強なんだけど。あ、増えてきたね。あ、でも立ちあるよ、いきなり。重いな、これ。倒しちゃうね。いろいろ言ってると敵のレベルが上がっちゃうみたいなことかな。アーマー上げてえな、アーマー。あ、来た来た来た、20。来た、4。あ、まだまだ来る、よしよしよし。アーマー来た、アーマー来た、アーマー来た、アーマー使いたい。あ、いいよ。これ、これ使った方がいいんだよね。使っちゃえ、使っちゃえ。よいー。いいねー。アーマープラス8、ダメージプラス25。来た来た来た。だいぶ上がってるぞ。ダメージ今 190%。 アーマー欲しいな。あ、いいねいいね。回復多いな。よしよしよし。アーマー来た。もう1アーマー来た。ちょっとあの攻撃技がなさすぎる今。結構問題だ。よしよしよし、ここで終わりですよ。よし、アーマーもいけたと。案外戦闘時間長いことによってカードが使えるから、パラメータ稼ぎができんのかな、もしかすると。早すぎるのかもしれない。あ、来た来た。あれまだ使わないか、まだだね。ちょ、すべてを打つは、ちょっと増やすか、次。で、カードが残ってることも意味があるんだもんね。呪いは終わらない。あ、まだ来るんかい。あ、アーマーあるから、よし。ある程度アーマーで受けるようになってきたね。いや、これサクサクいいですね。展開早くて。温存しとくか。敵3体の時とか立ちがないとね、苦しすぎる。よしよしよし。あー、使うか使うか。
あ、まあ今44ダメージ 245%。 でも敵も強くなってるわけだからインフレしとかないとね。こっちもこっちのインフレ足りてる？よし使え。アーマー 50% 回復。あー、これいいですね。これかな。取らなくてもいいんだもんね。お金なんか溜まってってないな、うまく。敵の攻撃回避こそ2倍。回避 1%。まあ、回避 1% いいな。いいや。で、立ち1枚と、あ、クリティカルもそこ入れないといけないのか。そういえば。あれ？ああ、まあまあまあ。回避と、回復ちょっと減らすか。で、クリティカル入れよう。アーマー石鹸欲しいな。ダメージ減らすか。いや、この分差良くないと思うんだよね。ちょっと。必要なカードはしっかりと入れていかないと。うわー、多いねー。すべての敵打ち払う。アーマー回復を一回挟もう。で、アーマー上げて。クリティカル上げて。あ、終わっちゃった。回避特化とかやったらめちゃくちゃ面白くなるよね。敵のレベル98。わからんけど高くないか。よし、ダメージどんどん上げて。アーマーを再建。クリティカル。アーマー上げたい、アーマー。アーマー上げたい、アーマー。20結構高いな。これ高めるカードがあったもんね。カードというか強化か。で、これカード多くしとけば、クリア後に恩恵が得れる場合もあるんだよね。今回なさそうだけど。よし、あ、いいねいいね。ここでじゃあ、太刀使っとっか。これめちゃくちゃ、よし、あえて、倒した方がいいな。あ、回復まなかった。オッケーオッケー。ダメージ45アップ、アーマー8、アーマーま使えてないか。下行きたいけど、右にしとこっかな。アーマーまだで、じゃあもう一枚引いとくか。4枚くらいがいいか。そしたら、選べる。わ、ちょっと温存しちゃったなーって考えると。これ何なんだろう。初の、あー、なんだ？いや、旅人さん。この商人、金星かな？生かしたお守りでポケットいっぱいにするのはどうかな？どれもちょっとした特徴があるんだ。あ、買える買える。ん？買えるのか？お金合ってるこれ。カードが代替される代わりに気が増える。引いたり売ったりは無価値だ。力は高くつく。これでしょう。どうも満足してもらえるといいんだけど。買ったものに不満があっても大丈夫。その効果を取り除くにはただ死ねばいい。そこで死がかかってくるのか。したね。あ、2倍だ。なんだこれ、コストでも高いな。効果も2倍になってんのかな。あ、ぽいよね。あ、ほん、2に上がった、今2に。中井比も、あ、でも回避でも1かな。回復しなかったな。お金あんま溜まってないからね。強化は、ゲーム開始時だけなのかな、もしかすると。
ヤーマーが8上がればいいんだもんね。あ、8上がってるね。すごいけどよ。重いな。タッチ2倍とか意味あんのこれ。2回タッチをするってこと？ちょっと回復したいな。あま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 あ。あま30。で、クリティカル。あ、まだいるんかいと。あ、でも回避回避。アーマーもいけるな。アーマーにしよう、アーマーに。すべての敵を打ち払う。2倍。やべ、大技来てる、大技。回復間に合った、よし。上がり方はすごいけど。消費もすごそう。これどう30か。まあ、使っちゃって。一回回復してダメージアップ 380%。 回避いらんかな。ちょっと多いね。一回デッキを変えたい。すべてあげるな、欲張りすぎるね。縦があるんだからいらないでしょみたいな考え方で言った方がいいかもしれない。一回でもなんか左行っときたいな、あの縦マーク、縦マークギャブルマーク。攻撃上げないと攻撃すべてを切り払う。クリティカルも一上げとこう。 20% 結構でかいか。 20% やばい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 。ナイスよ。なんだこれ、自販機。古代の訓練用機械のようだ。本当に乗り切れば得るものがあるはず。守りの試練でしょう。やべえ、技が欲しい、技が。来た来た、タッチ。きついな。でもクリティカル結構出るようになってきたね。20%あるからさすがに。行かれてるよ、使い方が。アーマーのカード欲しい。来た来た来た。あ、でも今いらなかった、もしかして。あ、使えたんだけどな。受けるか。何受けたか分かんないけど、守りが上がったのかな。まあ、これいっちゃおう。いっぱいいるな相手。一回回復回りだね。で、アーマー攻撃って感じかな。アーマー再建ちょっと入れときたいからカード引こうか。終わった。終わっちゃった。5体ね、今回は。あ、結構、ああ、後ろ控えてんじゃん。いいね、いいね。タッチいらんか、これ。
あ、いるね、立ち来たね。つえ。行っちゃいなよ。回復しょいてと。アーマープラス16、ダメージプラス50、クリティカルプラス8。あ、でもデッカード引いてデッキを変えればよかったのか。さあ、水田。稲穂が見えますか？ここは村で、私は村人だ。でしょうね。村で HP が全開し、デッキの準備ができる。村へ戻ってくるたびに敵のレベルは上がる。ラッシーヌ、あ、ラッシーヌっていうのね。世界についてもっと知りたければ、話を。あ、はいはい。話すか、とりあえずじゃあ。数ヶ月後。基準がわかんない、その、時間の。そうですね。もう回避はいらないと。その分ダメージ、タッチにしようかな。ボス戦を考慮して。アーマー回復は必須だろうと。クリティカルもいらないかな。十分引いた。で、回復にしようか。回復と攻撃いい感じにする。まあ、これでいいでしょう。アーマーいらないわ。アーマー1枚でいいや。ダメージ回復44で、あとはいい感じに。猿か。さあ、じゃあボスですね。まあちょっとまだ先あるけど。猿。猿と言われて猿者か。わ、援軍が来た。援軍タッチ。もう一発タッチ。やるなこいつ。まあ、これもタッチかな。タッチ、アーマー、ダメージ。うん、使っちゃおうかな。おし、ダメージは80。めちゃくちゃ上がった。あ、でも217結構インフレしてるね。ダメージ 630%。まだまだ低いかな。さっきのダメージ特化しやすくなったから、いいと思うんですけど。アーマーもしっかり上げていきたいね。再建するそのアーマーが低ければ、それは意味がない。ここではまあ使わんか。一体ずつチビチビと勝てると思いですか。お前の旅終わる。勝利で終わるでしょう。我が旅は。よし、ダメージプラス100。プラス 100%。さあ、最後の戦いっぽい場所へ。さあ。この試練で強くなった。立ちいらんかな、最初。アーマー回復をうまく入れときたいね。来た来た、アーマー再建。あー、来るんかい、君たち。アーマー再建、まだまだまだいけるんじゃない普通。まあまあ難易度比較的簡単に選んだもんね。どう打ちの方が強かったんじゃないか。いけるぞ。この2倍引いてからのインフレの仕方が半端ないね。コスト自体2倍にはなってないよね。 1.5 倍くらいかなあって。アーマー再建。アーマー全回復。いっちゃおうか、大技を。決めろ、世界を崩壊させよう。よーし。あの目を切ったんだろうね、今ね。なんだ？金魚。なのか？さあ。今回ね、こう、インフレしていく世界を戦い抜くね、ラッシーンだったっけ、読み方。
まあ、基本的にこう自動的に戦うね、キャラクターに対して永続的なバフを与えていったり、まあ、先制攻撃とか加えていって強くしていくと。で、動くほどのレベル上がっていくんで敵の、まあ、そんなにね、長旅もしてらんない。で、多分今ので得たお金でも96増えてはないんですよね。多ければスキルをさらに増やして強くなって、もっと上の難易度みたいな。まあ、ローグライク的なとこですよね。最近の強化して、クリアして、負けて、強化して、クリア目指すみたいな。そんな形もあるんですかね。まあ、デッキもね、最初の方にこう、クリティカル回避とか入れてったら、途中からやれなくなると思うんで、それを捨てて、より攻撃特化にするみたいなこともできるんで、そこのね、デッキの編成みたいなとこ、まあ、毎回できるわけじゃないんで、そこをちょくちょくね、変えていって、こう、キャラをね、最適化していく。この感じ面白いですね。まあ、ゲームシステムは非常にシンプルで、ね、戦うやつにカードをただただ使っていくと。シンプルで面白いですね。